続いて心臓部となるエンジンパワーを調べてみよう。さっき言ったようにいかに空転させるようにできるかっていうことが勝負になってくると思うんですよね。だから意外とみんな空気圧を上げてる人多いし煙の方を重視して、幸いこの車はすごくトルクとか馬力も400真ん中ぐらいとトルクも結構あるんで、ギアを1個上げても空転させていくことができるんでね。パワー重視ってわけではないんですけど、とにかくもちろん HKS が作るわけだから、もっと馬力を出してくれてたら600でも出してくると思うんですけど、基本的にそんな馬力はいらないと。それよりは、パワーバンドを広く、使える場所を広くしてくれと。それでは実際にダイナモに乗せて実馬力を調べてみよう。計測は福島県のチューニングショップデザートイーグルさんにお願いしました。使用した機材はダイノパック。一般的な車種台に比べ厳密な測定が可能だ。気圧、吸気温度などの補正もきっちり行いました。計測結果はご覧の通り、413馬力は一般的なチューニングカーレベルだが、50キロのトルクが4000回転でピークを迎えていることに注目。まさに下から効く谷口の注文通りのエンジンなのだ。同じこうノスを使わないトルクカーブに本当にただ平行してピューってこう上がるような感じなんですよ。だからよくありがちなスイッチ入れるとドカーンってくるんでしょって言われるんですけど、そうじゃなくて今まで使いやすいところがこう 2,3 本上のところをこうやって使えるような感じなんで、確かにノス入れてて速いんですけど、こう背中を人差し指でトントンされるか手のひらでドントンされるかっていう、そんなニュアンスでこう今までよりも楽な操作ができるっていうのが利点じゃないですか今。では続いて K オフィス号の計測に行きましょう。100馬力アップと言われるノスももちろん使用します。結果は497馬力、トルクは61キロと驚異的なもの。発生回転は5000回転あたりと HKS よりはちょっと高め。トルクカーブにちょっと谷があるので、まだまだセッティングで詰められそう。恐ろしいエンジンだ。それでは走りの要となる足回りのセッティングを見てみよう。実際に使われている2台のショックアブソーバーを恵比寿のセッティングそのままの状態でその特性を計測しました。担当したのはこの男、ご存知の方もいると思うが、その道の達人、小関秀和。ヨーロッパのフォーミュラ1から国内の箱のレースまでサスペンションの技術者として常に先頭に立っていた男。今回使用されたのはご覧のダンパーテスター。構造は単純なものだが、ショックアブソーバーの特性や耐久性などその全てをコンピュータで解析できる優れもの。早速2台のリアショックから計測してみた。で、このグラフはショックの伸び縮みを表したもので、ここのゼロ、これを起点として上が、縮み側の、硬さを表したキログラム表です。下側が リバウンドで伸び側を、の硬さを記録した表示ですね。両方ともほぼそうなんですけれども、通常縮んだりする部分に関しての特性が D1 車両ということで、かなり柔らかい状態から減衰力が立ち上がるようになっている性格みたいですね。っていうのはスプリングが早く縮むような方向のセットアップになってますね。今やハイスピード化されつつある D1、 2台ともトラクション重視だ。今度伸びる方に関してはハンドルを切ってアクションを起こして、その時の、内輪側のですね、浮き上がり設置っていうものを確保するのにですね、ドライバーのフィーリングとしてはおそらくロールを嫌ったパターンっていうのがこの赤いラインの HKS さんのラインで、リバウンドが硬くなってますね。伸びづらい、ゆっくり伸びるようにしていますね。その分アクセルワークのコントロール、バンプ側だけを常に沈み込まして感覚的として取ってるんだと思うんですよ。で、KOS さんの場合には、おそらくこれの場合ですとロール量も多分後ろに関しては、かなりしてる部分で、かなり車にはもう全ての荷重がかかった状態でコントロールはさせてるのかなっていう感じのグラフになってますね。改めて説明するとこうなる。リアの縮み側については2台ともほぼ同等、縮みを速くし速やかにリア荷重にしている。伸び側はコーナーのイン側のスピードをコントロールし、
旋回車重の車体の性に2台の違いがある。これがフロントのグラフになるんですけれども、ステールに切り始めレスポンスに関する部分が、この立ち上がりの部分なんですけれども、大きく違いますね。KOFSさんの方はほとんどストレート、ただ HKS さんの方は少しここで山なりになって、初期立ち上がりを稼いでから、普通のラインに持っていくっていう部分なんですが、これは、どういうことかっていうと、運転サイドの方から考えるとですね、ハンドルを切った時にまず、シャープに車の向きを変えようとする、特性がここに現れてると思うんですね。エチケットさんの方を切った時にダイレクトにまず車の向きをスッと変えてしまう。それから、ケオシさんの場合はまず荷重を乗せるという行為ですね、ロールをさせるような形のものがここにはっきり現れています。これはもうあくまでもドライバーの好みですね。でリバウンドに関してはリアと同様、やはりそのロールコントロールっていう部分がそれぞれ違った特性を持たせてやって、相変わらずその HKS さんに関してはリバウンドは、早いところから硬い方に行ってるんで、車の姿勢はあくまでも水平に結構近いような状態の中でステアリングをコントロールしているというような形状ですね。で KOC さんの場合は完全に荷重を乗せ切ったようなロール加工を持たせながらのコントロールをするようなドライビングスタイルっていう時にこういうような形が出るんではないかと思いますけど、一見同じように見える車の走りだが、その味付けは意外にも違っていたようだ。いずれにしてもその触覚ソーバーの減衰力両方とも持たせているショックなので、柔らかくすることでもちろんこういうような状況っていうことは持っていきますし、特にその柔らかくして車をとにかくよく動かして、ドライバーの姿勢的にですね、把握しやすい状況の中でドリフト練習もできるようになりますでしょうし、まあ今度はそのロールスピードがですね制御して、ちょっとしたロールだけでもそれが感覚的につかめるようになってきて、また何ですかね、速いドリフト状態を持っていくような、レベルとかっていうことも可能でしょうし、勝ってもおかしくない選手だったの。でもあと1本のところで陽一にやられたりとかそういう状態だったんですけど、今年になってねそれが急にブレイクしてきたんだけど、僕も最近変えたように彼も最近すごくそれスタイルを変えてきたと思うんですけど、その辺でね、凄さも前よりも増して出たし、でミスがね意外と少ない、ミスもしてるんだけどごまかしがうまいですね。これもまたそうですね、やっぱうんと谷口君って自分の中でうんと意識してるドライバーの一人なんですよ。そのやっぱキャリアも長いじゃないですか、昔のいろんな企画で一緒に走ってっていう中でライバル意識っていう言い方になっちゃうんですかね。やっぱうんとこうスタイルも何をやってんだろうっていう、ある意味羨ましいんですけどね。でもいいです、僕はちびっこに人気のワクワクさんで今年は行きたいなと。やっぱもうこう会場に来たらワクワクさんって言ってくれるのがね、やっぱね僕一番嬉しいんですよ。はい、だってねこの間もねスピンベンツドカンだったんだよ。それがワクワクさんっていいじゃんこの名前。どうだってスケコマシーだよ。ねえ。公的主導士として2004シリーズを引っ張る2人、常に成長を続けるこのドライバーたちによるこれからの戦いがさらに注目だ。